マイターン市川。今回は市民の足として活躍しているコミュニティバスについて特集します。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。8月23日、大賀昭和川第一調節池緑地と大賀昭和川ビジターセンターを会場に、水に親しむ親子の集いが行われました。このイベントは千葉県と万馬川流域の市川、船橋、松戸、鎌ヶ谷の4市が行っている総合治水対策を多くの市民に知ってもらおうと市川市で毎年開催しています。今年は夏休みの自由研究特集、身近な水辺を考えようをテーマに、体験しながら学べる催しが数多く行われました。大賀昭和川ビジターセンターでは体験学習、誰が川を汚したのが行われました。エコライフ推進委員が用意した洗剤や油などを水槽に入れると、透明だった水がどんどん濁っていき、参加者は人間が川を汚してきたことを学びました。屋外では川についてのクイズやマジックショー、消防車による打ち水など楽しい催しが行われたほか、都市化によって昔と比べ雨が地面に浸透しにくくなり、雨水が一気に川に流れ込むようになったことを分かりやすく紹介する実験も行われました。この間の台風26号は昨年度10月に来た台風の時は、ここの池が満杯になるぐらい水が溜まりました。こうやってですね、県や市ではですね、雨水を溜めるっていうことをやってます。こういうところを作って水を貯めてたりするのがすごいなと思いました。結構ほぼほぼ見て回りましたし、はい、いろいろお話も聞けてとてもためになりました。大賀昭和川第一調節池緑地内に生息する魚や昆虫を観察する自然観察会も行われました。大賀昭和川第一調節池は万馬川につながる大賀昭和川が大雨などで増水した場合に一時的に水を貯留する池として整備されています。普段は緑地として一般開放され、ザリガニや小魚のほか、水辺の生き物を餌にしている鳥など自然の生態系に触れることができます。ぜひ都市に残された貴重な河川空間に足を運んでください。現在、東山海域記念館で通常展、東山海域風景海岸に戦時中から戦後にかけてが行われています。今回の通常展では、東山海域が最も苦しかったとされる戦中戦後の時代にスポットを当てています。まだ風景画家として心を決める前、若き日の東山が描いた色鮮やかな人物が花売りから皇居吹上御所新築の際に宮内庁の依頼で制作した万緑新たの下図まで、東山が苦境の中から風景画家として確立し、国民的な日本画家と称されるまでの道のりを作品と資料で紹介しています。また1階展示室では、学生時代の東山が留学資金のためなどに書いていた童話の挿絵や、病床の弟を励まそうと毎日のように書き送ったストーリー仕立てのハガキ、当時の日記などが展示され、その時々の東山の心情が感じられます。東山海域記念館通常展、東山海域風景海岸に戦時中から戦後にかけては10月5日まで行われています。市内の各子ども館では、小学生を対象に身近な材料で作るいろいろ工作を毎月行っています。市内15カ所にある子ども館では、各施設の特徴を生かし趣向を凝らした行事を行っています。小学生が対象のいろいろ工作は、
どの子ども館でも毎月開催していますが、開催日や作るものは館によって様々です。8月22日に行われた中央子ども館のいろいろ工作では万華鏡を作りました。材料は牛乳パック、トレーシングペーパー、透明のセロファン、アルミ箔のテープ、そして油性のマジックです。子ども館の職員があらかじめ牛乳パックを切って三角柱の形にしておいた枠にトレーシングペーパーを貼ります。続いて枠の高さと同じ幅のアルミ箔のテープを円柱状に丸め、枠の中に詰めていきます。この時太さの違うものを組み合わせたり重ねたりするのがポイントです。そして透明のセロファンにいろいろな色のマジックで模様を描いて枠に貼り、枠と同じ幅の色紙で飾ったら完成です。楽しかったです。色をつけたり銀のところをくるくる回したりしたところです。この見て綺麗だなって思って、でも周りにあるいろいろなもので作れるのがすごいなって思って面白かったです。9月の中央子ども館のいろいろ工作の日程です。15日敬老の日は午後3時30分から段ボールマスコット作りを行います。定員は先着15人です。また17日から20日までビー玉ゲーム作りを毎日行います。時間は午後3時30分から、定員は毎日先着12人です。子ども館で行われるいろいろ工作などの行事予定は市公式ウェブサイトで見ることができます。詳しくは各子ども館にお問い合わせください。平成17年1月、市は3000世帯を対象にコミュニティバスの導入に関する市民アンケートを行い、公共施設を巡回するようなバスがあったらいいと思うなど導入に前向きな意見が数多く寄せられました。同じ年の10月から社会実験運行を開始、さらにアンケート調査や協会委員会からの提言などをもとに平成21年に市川市コミュニティバス運行指針を策定しました。指針に掲げられたコミュニティバス導入の原則は、交通不便地の解消、市民ニーズへの対応、事業採算性の確保、超高齢社会への対応、交通環境の改善が挙げられ、この5つの原則をもとに平成22年度から地域住民、バス事業者、そして市の共同により北東部ルートと南部ルートの実行委員会を設置し、本格的にコミュニティバスの運行を開始しました。市内にはバス停や鉄道駅から離れたいわゆる交通不便地域があります。コミュニティバスはそれらの地域を対象として公共施設や医療施設、商業施設などを結び、交通不便地域の解消を目的として運行しております。それでは私も北東部ルートのバスに乗ってみたいと思います。北東部ルートは現代産業科学館、メディアパークと動植物園を結ぶ往復ルートと、保健医療福祉センターを起点に市北東部を回る循環ルートがあります。往復ルートと循環ルートは保健医療福祉センターと東部公民館で乗り継ぐことができます。料金は大人150円、子ども100円です。交通系 IC カード乗車券にも対応しています。大きい道路も走ってきたんですけども、こういった住宅街もバスは走っていくんですね。
では次の停留所で降りたいと思います。おしまい。はい、どうも。今何をされてたんですか？いや、このポスターっていうか、これを貼ってたんですが、ご覧のように、このコミュニティバスがここまで伸びるんでね、これから皆さんにお知らせした上に乗っていただきたいなと思って、これ貼ってるんですがね。林さんは北東ブルートの実行委員長として、準備段階からコミュニティバスの運行に携わってきました。北部地域にも公的施設随分あんだなという気がしましたし、やっぱりお年寄りなんかだと、やっぱりそういうところをつなぐルートっていうのが、やっぱり、そうやれば必要なんだなと。コミュニティバスというのは不便なところをなくそうということで市が始めたわけですけどね、そういうことになると、お客さん利用者っていうのはどうかなという感じはしてたんですが、年間1万人というところで、月に1000人はご利用されてるということでですね、非常にありがたいなというふうに思っています。山の裏を通っていく、今までちょっと不便なところを今度コミュニティバスは通りますんでね、そうしますと、やっぱり午前の便はやっぱり随分のお乗りだなと、うっかりするとちっちゃいバスですから座席がないぐらいお乗りいただいてる。非常に皆さん便利されてんだなという実感は、そういうのを見て分かりますね。もっと乗っていただけばもっとありがたい。そうですね、続いて南部ルートです。南部ルートのコミュニティバスは、平成24年度に沿線の小中学生から愛称とデザインを募集し、地元小学生が考えたワクワクバスの愛称が付けられました。車体も流れ星やハートがたくさん描かれたカラフルで楽しいデザインに生まれ変わりました。ルートは東西線妙典駅と東京ベイ医療センターを往復します。行徳支所や行徳駅、南行徳駅、南行徳公民館、広尾防災公園など、東西線の各駅と市の施設、公園をつないでいるのが特徴です。運賃は9月30日まで小学生以上100円です。前払いで現金のみ利用できます。現代産業科学館メディアパークから東京ベイ医療センターまでの延伸ルートは、1日往復7本運行しています。北東部ルートとの乗り換えにはそれぞれ運賃が必要です。南部ルートの拠点、妙典駅にやってきました。バスを利用されている方にお話を聞いていきたいと思います。このコミュニティバスは結構ご利用されますか？利用してます。頻度は結構多いですか？週に2回か3回くらいです。バスの方がちょっと家の少しでも近くから乗れるので便利に利用させてもらってます。やっぱり安いし、便利にいろんなところまで行けるので助かってます。ちょっとした南行徳とか、ちょっと一駅二駅とかでも、公園の真ん前とかにバス停があったり、保育園の前にあったりするので便利ですね。もうちょっと本数があればいいなって感じで。北東部の往復ルートは、現在現代産業科学館メディアパークと動植物園を結んでいますが、10月1日から北総線松平台駅まで延伸します。延伸区間には駒形、大町団地入り口、大町第一団地の3つのバス停も新設されます。北東部循環ルートの
保健医療福祉センターから柏井小学校を結ぶ経路が変わります。市営霊園入り口から柏井市営住宅までのバス停が廃止され、浜道、柏井緑地のバス停が新設されます。なお、京成バスシステムの柏井線は現行の通り運行されます。北東部往復ルートの若宮小学校から東部公民館の間に東部公民館入り口のバス停が新設されます。東部公民館入り口バス停で路線バスの柏井線と乗り換えができるようになります。南部ルートのワクワクバスは10月1日から運賃が変わります。改定後は中学生以上150円、小学生以下100円となります。また運賃を支払う際、交通系の IC カードが利用できるようになります。これに伴い、パスモやスイカのバス利用特典サービス、バス特も利用できるようになります。10月1日からの変更については認可申請中のため、現在のところ予定となっています。詳しくは交通計画課にお問い合わせください。10月からコミュニティバスが変わります。まもなく運行から10年目を迎えようとしており、地域の足として定着してきたものと認識しておりますが、運行を継続するためにはより多くの方々に利用していただくことが必要となります。これからも地域の皆様にとってご利用しやすい運行に努めてまいりますので、積極的なご利用をお願いいたします。現在コミュニティバスの協賛者と車体広告、車内広告を募集しています。広告は企業やお店の宣伝だけでなく、地域のイベントのお知らせ、自作の絵なども掲載できます。サイズや内容など掲載の規定や金額について詳しくは交通計画課にお問い合わせください。9月9日は救急の日、そして9月7日から13日までは救急医療週間です。救急の日を前に9月6日土曜日、ニッケコルトンプラザで救急広場を開催します。いざという時に役立つ心肺蘇生法や AED を使用した救命処置、怪我をした時の応急手当の方法などを学ぶことができます。またチーバくんが1日救急隊長として各イベントをサポートします。ぜひ会場にお越しください。時間は午後1時から3時30分までです。市内在住、在勤、在学の方を対象に我が家のとっておき家族写真を募集しています。応募用紙に必要事項を記入し、写真を添付して子育て支援課に郵送または持参してください。締め切りは10月24日です。応募用紙は子育て支援課で配布しているほか、市公式ウェブサイトからダウンロードすることもできます。寄せられた写真は11月16日にニッケコルトンプラザで開催する市川ファミリーフェスタ2014の会場で紹介します。家族の大切な思い出が詰まった写真、みんなに見せたい楽しい写真など、とっておきの家族の写真を待っています。9月6日からの特集は市川市時の歩み、そして未来へ第6弾、旧大ヶ島村にスポットを当ててお届けします。どうぞお楽しみに。